今ゲートオープンしていく。かなり元気のスタートがいいでしょうか。ライドコミュニティ、まずは9番あたりからレースの方向に向かっていく。大混乱、第1コーナー少しブレーキをかけてしまうライダーもいるかもしれません。その中、綺麗なラインを走っていくのは中山ひろとトップで走っていく。 KBU のライダー中山ひろとがトップで走っていく。後方からのアドバンテージを大きく得たのは最終コーナー立ち上がっていく走りを見せてくれているヒロトの走りが、イエーイ、今鮮やかに火を吹いて2番手でゴールラインを通過していきます。